前回はついに物語中盤最後のイベント、ズランをぶっ倒してペガサスを復活させたところから。で、今回の腐った死体一人旅のルールは以上の通り。今現在ルールで解禁したのは、装備と力の種での力強化のみ。果たして最小解禁でどこまで腐った死体一人でストーリーを進めることができるのか。それではまずはこの天魔の塔から脱出してゼニスの城まで戻りましょう。ここから飛び降りると早いです。それでは来る時に通った井戸をくぐってまたゼニスの城内部まで戻る作業が、いぶらしかもめかよ。で、この井戸を覗くと来る時には出てこなかったデスホールが出てきて戦闘になるんですよね。特に苦戦することはないかと。今現在の腐った死体は、力カンストに奇跡の剣、そこに神秘の鎧の自然回復と。今使ったラミアスの剣でのバイキルトのおかげで、ほとんどの敵に無双を誇っている化け物と化している状態。でも今不思議なことが起こってなかった。デスホールが怪しい霧を使った直後に腐った死体がラミアスの剣を使ったけど。普通にバイキルトの効果が発動してたよね。普通怪しい霧を使われたら呪文系は効果を発揮しなくなるはずだけど。言われてみたらそうですね。なんでさっきはバイキルトが発動したのか。もしかしたら装備の道具使用などは呪文扱いじゃないんかな？まあわかりませんが、こういうこともあるってことで勉強になりました。そしてついにゼニス王にペガサスを復活させたことを報告に。てかなんでペガサスに乗ったって嘘ついてんだよ。乗ったどころかまだタグのつけてすらねえだろ。そしてゼニス王のおかげで、ここからペガサスで狭間の世界に行けるようになりました。ここでゼニス王がカツを入れてくれて。天魔に乗ってこれからついに狭間の世界に足を踏み入れます。どのボタンで狭間の世界に行けるんだっけ？あ、このボタンか。ここからついに天魔に乗って狭間の世界へ。皆さんご存知の通りですが、この狭間の世界に来てからは、無気力状態になり HP は1、他ステータスは0になるという絶望的な状態に。めちゃくちゃイケメンじゃねえかよ。どんだけかっこよくなってんだ。かっこよさが0になってないという超絶イケメンっぷり。まあ装備の分のかっこよさだろうけど。他が0になってる分、相対的にかっこよさが際立ちますね。こないだまで部男だったクラスメイトが、夏休み明けにデビューしちゃってる感じになってます。いや、その例え全くわからん。それではまずは一番近くの町、絶望の町に行きましょう。ちなみにこの町までの移動はエンカウント率が極端に低くなっているとのこと。この絶望の町とヘルハーブ温泉の間は、最短距離を歩けば敵と出会わない確率は、およそ 99.7% らしいです。ん？何やってんのよ。今絶望の町の連中と親睦を深めてるんですよ。武闘家は拳を痛めたことで武道の道を断念したことに対する愚痴をこぼし。真ん中の親父は若い頃育毛剤を使わなかったことを悔い。そして右の死体は死後の世界で推しのアイドルの子供に転生できなかったのを悔いたのでした。いや最後のやつおかしいだろ。いや2番目も十分おかしいが。なんで推しの子始まろうとして始まってねえんだよ。そしてここで職人エンデとの面会へ。このエンデに希望の光を戻させると、この絶望状態が解けます。どんだけ絶望してんだよ。何があった？何でもまだ現世で生きているばあさんに会って、じいさんはよろしくやっていることを伝えてくればいいみたい。なんか語弊ない？大丈夫？その伝え方で。じいさんの匂いが染みついたパイプをゲット。そして現世に一度戻るために、今度はヘルハーブ温泉へ。現世に帰るついでに温泉でこれまでの疲れも癒しておきましょうか。はぁー、骨身に染みるわー。なぁ、腐った死体さん。温泉の居心地はどうよ。腐った死体さん骨身に染みるっつうか骨見えちゃってますよ。サービス精神旺盛ですね。あれ？でも謎の光が差し込んで。これはあれですよ。よくアニメである女の子の裸が見えそうな時に謎の光が絶妙に色々隠してくれるやつですよ。そして現世に戻ります。これから再びペガサスに乗って、今度はあのじいさんのふるさと、ザクソンの村へ向かいます。この岩山に囲まれた場所がザクソンの村なので入っていきます。そしてこの家の入り口の門番をしている犬に、先ほどエンデから受け取ったパイプを見せると、霊夢さん、このパイプ腐った死体の腐敗臭が染みついてとてもこの犬っころでも嗅ぎ分けられる状態じゃないですよ。いや、この犬っころの花は名乗ってはいけません。どうやら家の中に案内してくれるようですよ。明らかに鳴き声がもう弱ってるじゃないですか。あまりに嗅覚が良すぎてもう瀕死状態になってるんじゃないの。そしてエンデの奥さんはこんな怪しいスメハラ全開の魔物がやってきたにもかかわらず、信じてくれてエンデの工具を渡してくれるのでした。てかさっきから犬っころ微動だにしてないんだけど、これすでにあまりのスメハラに落ちんじゃったわけじゃないよね。そして工具を受け取った後すぐに天空直帰。何すかその天空直帰って。そして先ほどのエンデにババアの匂いが染みついた工具を嗅がせ、エンデに希望を与えることに成功したのでした。霊夢さん、ジジイとさっきの犬がごっちゃになってますよ。ジジイの嗅覚はそんなによくありません。ジジイはホモサピエンスです。
そしてここでエンデが伝説の装備を一つ作ってくれるのですが、今回はエンデの盾にしておきましょうか。ぶっちゃけどれも装備できないから。そして目が覚めると。いや家にこんなの寝てたらお漏らししちゃうでしょ。そしてこのエンデのイベントを終えると、この絶望の街に希望が戻り、腐った死体のステータスも元に戻るのでした。そして続いては絶望の街の北東に位置する欲望の街。ここには特に用事という用事はないんだけど、この後のイベントを起こすために街に入っておく必要があります。で、ついでなので防具屋で装備を見ておきましょうか。まあご覧の通り、守備力は神秘の鎧よりも上のものはありますが、正直神秘の鎧の自然回復30に勝るものはないので必要はないかと。この欲望の街にはカジノなどもあるのですが、ここの景品も相当強力で最強クラスのものが揃っています。しかしそれでも今の奇跡の剣やメタルキングシリーズの方が圧倒的に強力なので、この先もう装備を変更することはなさそうですね。でもちょっとメタルキング鎧は気になりますけどね。今より守備力が40も上がって、しかも耐性で炎、吹雪系ダメージ25軽減。でもこの軽減分よりも、神秘の鎧の自然回復30の方がいいよね。ある意味自然回復って全てのダメージを30軽減してるようなもんだから。そして続いては欲望の街の北西にある森の中。ここは欲望の街に入ってからでないと入ることができません。なんでもここの湖にはあの大賢者、ラサールの秘宝が眠っているとのこと。高学歴かよ。石連れてこないとダメになっちゃうでしょ。ここでイベントが発生し、湖の水が干上がります。そして湖の底にあると言われているお宝を奪い合うという。そしてどさくさ紛れに水底の宝箱をゲット。しかしその中身は空っぽだった、という設定ですが。実はこの時腐った死体がマジシャン顔負けのミスディレクションで、宝箱の底に二重底を敷き空っぽだったことを演出したことはあまり知られていない。いやそんな機能ねえだろこいつに。そして宝箱の下にある階段を降りて、狭間の世界のさらに奥地に進んでいきます。そしてこれより、ラスボス前最後のダンジョン、牢獄の町へ潜入捜査。この牢獄の町の入り口では、狭間の世界最初のボス、嘆きの巨人との戦闘が、嘆きの巨人のステータスは以上の通り。HP は2800。攻撃は1回行動ですが、怪しい霧を使われると呪文効果が無効になるから厄介。そしてこの嘆きの巨人の最大の脅威は、なんといっても痛恨の一撃を連発してくること。なのでその大ダメージを奇跡の剣の回復などで相殺しつつ倒しきれるかがポイントです。それでは嘆きの巨人戦の開始。まずは怪しい霧で呪文を無効化される前に、ラミアスの剣でのバイキルトを使い攻撃できるかがポイント。まあグラコスの槍でのスカラなんて使ってる余裕はないでしょう。だからバイキルトをかけた後も一心不乱に攻撃しまくるしかない。てかこんなに早く怪しい霧使われましたね。せっかくバイキルトかけたのにもう意味がなくなりました。もうこうなったらどうしようもないので、バイキルトはなしでそのまま攻撃していきます。初っ端から痛恨の一撃で200以上ダメージ食らってましたが、その後の攻撃と神秘の鎧の回復でなんとか戻していますね。てか腐った死体さんも会心の一撃を返していますよ。この調子なら HP を減らさずに嘆きの巨人を倒せるんじゃないの？確かにこれまでは怖いくらい順調ですね。ただこれ怖いのが、嘆きの巨人が痛恨を連発してきたら一気に崩されること。嘆きの巨人っていつも思うんだけど、痛恨の一撃を一回使ってきたら、その後タガが外れたみたいに連発してくる時が多いのよ。ほらこんな感じに、なんか連発してきやすいのよね。だからこうなってきたらもう奇跡の剣などの回復では回復しきれなくなる。こうならないうちに、早い段階で順調な時に倒せればいいかなって。バイキルトが使えればよかったんだけど、なくてもあとちょっとで押し切れそう。一時期危ない瞬間もあったけど、今はちょっとずつ HP が回復してきましたね。いやでもまた痛恨地獄が始まりそうな予感。痛恨連発される前に、なんとか嘆きの巨人を倒すことに成功。まだまだ奇跡の剣の強さは健在でした。てか奇跡の剣じゃなかったら確実に倒せなかったでしょうね。この牢獄の町に入る前に、門番歴100年の大御所から牢獄の鍵をいただきました。おいおい、牢獄の町は終身雇用健在かよ。そして牢獄の町に入るも、その直後兵士によって強制連行。そしてここから先ほどもらった牢獄の鍵を使って、脱獄して牢獄の町を散策していきましょう。そしてここでなんとも懐かしいお方との再会が。え、誰しかこの兵士さんは。あの人ですよ。ほら、あの人。レイドックにいた兵士等のソルディさんですよ。いや誰だよ。レイドックの上か下かそれだけでも教えてくれ。似たようなキャラが上にも下にもいてどっちがどっちかわからんわ。正直私も上のレイドックのキャラか、下のレイドックのキャラか忘れたわ。まあ向こうはこっちのこと覚えてるみたいだから適当に相槌打って話し合わせとけいいんだよ。そしてパワハラを受け続けクソムカついてた上司の悪バーを倒してくれと頼まれ、変装用の兵士の服を渡されたのでした。いやそれローキにでも頼んで解決しろよ。
なんでこんな死体にわざわざ上司ぶっ倒すの頼むんだよ。そして兵士の服で変装した後、この牢獄内で情報を集める。なんでもシスターアンナが近々アクバーにセクハラされる予定らしい。なのでそのことをこの牢獄の街のマドンナ、ルイに知らせると。いやマドンナっつうかただのババアだろ。どんだけこの牢獄の街レベル低いんだよ。そしてイベントを進めていくと、なんと公開処刑が実施されるとのこと。なんとかしてあの男の人を助けたいんだけど、ヨウムン、ちょっと小芝居でもして時間稼いできて。任されよう。こらこら、そこの愚民ども。そんなつまらん男を処刑してもなんも面白くもないでしょ。どうせなら代わりに私を、え、マジで私を処刑する気なの？ちょっと待ってよ、今のは冗談で。え、冗談は嫌いだって？いや私を処刑しても映像映えしないから。映像映え気にする処刑なんて聞いたことねえぞ。で、あまりにもヨウムンがごねまくるから、しびれを切らした兵士どもが怒って襲ってきました。それではここでボス戦ではないですがイベント戦へ。実はこの牢獄兵ってかなりタフなんだけど、今回の腐った死体は力がカンスト500、そしてラミアスの剣でのバイキルトがあるので結構早く倒せるはず。牢獄兵の HP は750、なのでバイキルトありの今の打撃ならおそらく2発あれば十分に倒しきれるはずです。腐った死体のバイキルトありでの攻撃は566ですか。まあこれだけ与えれれば回復量も150近くになるから安泰かと。で、牢獄兵からの攻撃は40くらい、なので攻撃一発でそれ以上回復できているところ。もう牢獄兵も一体になったので負けようがないですね。すでに腐った死体の HP は前回まで回復していて減らない状態。もうこのターンで確実に倒せるでしょう。最後に自分の HP を全開にして終えられるので良かったです。見事に最終的にはノーダメージで牢獄兵とのイベント戦を攻略に成功。そしてここから連続でイベント戦の開始。この次のドグマたちは負けイベントとなっているので勝つ必要なし。もちろん相当鍛え上げていれば勝つこともできますが、まあそれはまた別の企画でやることにしましょう。ということで、ドグマ戦の開始となります。なんかドグマのセリフがヨウムンが言いそうな感じですね。こんな間抜けそうなセリフ言いませんよ、バカにすんな。それでは行きますよ。へい、うろろろー。一戦じゃねえかよ。このドグマ戦は6ターン後に必ず来る、紫の瞳を食らったら終了となります。その時までにドグマの HP7000 を削り切れれば勝ちが見えてくる。ただこんな普通のプレイ。というか一人旅ではまず不可能かと。ドグマの攻撃は完全ローテーション行動で、メダパに、直接攻撃、ザラキーマ、様子を見る、ベホマラー、紫の瞳の順。最後6ターン目の紫の瞳では、こちらが 100% 全員麻痺状態になるため全滅扱いに。まあ途中で来るザラキーマも普通に怖いけどね。で、相方のゾゾゲルは HP3500 で1から2回行動。こちらは斬撃系、打撃系の攻撃しかしてこないので、特に苦戦することはない。なので問題はドグマのみかと。この腐った死体も攻撃力は近い値だから、もしこれが4体いれば、正直余裕でドグマを6ターン以内に倒せたでしょうね。まあもちろん今回は一人旅で倒せないのでここでおしまい。なので素直にこのままイベントを進めていきましょう。そして死体を搬送。しかしそのわずか数時間後に牢獄の町の住民のクーデターが発生。ゴンさんのリバーブローが炸裂し、見張りの兵士は悶絶しよう。腐った死体は無事に解放されたのでした。そして何度権力に打ちのめされても不死鳥のごとく復活を遂げてきた反逆の貴公子、トンヌラの指揮のもと。牢獄の町の艦長、アクバーを討伐すべく、クーデターが今勃発しようとしていたのです。かっこよく言ってるけどトンヌラただの農民だぞ。権力に屈しても何度も復活とか言ってたけど。あれただ単に隣の家の畑にこっそりミニトマトを植えて栽培してたらバレて引っこ抜かれたけどしつこく何度も植え続けてるだけだからな。肩書き通りでしょう。不死鳥のごとく何度もミニトマトを植えるとか、反骨精神バリバリで肩書きの方が負けてますよ。そしてここで力の種と牢獄の鍵を渡してもらい、いよいよアクバー戦に突入するのでした。それではこの牢獄の町の最深部へ。ここでアクバーさんがシスターアンナによからぬことをしているとのこと。こちらに気づいてくれませんね。ちょっとヨウムン、アクバーさんたちに声かけてあげて。おーい、来ましたよー。お、気づいてくれましたね。それではアクバーさんのステータスは以上の通り。HP は3300。攻撃は完全2回行動で、2段階の完全ローテーション行動。本来このアクバー戦は1人だとほぼ勝てないような戦闘ですが、ワンチャンこの腐った死体の破壊力があればもしかしたら。それではアクバー戦のスタート。まずアクバーは凍てつく波動を使ってこないので、バイキルトが非常に有効になってくる。まずいかにしてこちらが回復できる状態を作れるかが重要。そのためにはバイキルトで攻撃力を上げて奇跡の剣で切れる環境を作らないと。てかアクバーだけじゃなくてガーディアンからの攻撃もきついな。一発50とか効いてんじゃねえかよ。だから両サイド合わせて100ダメージか。ということを予測していたので、先にグラコスの槍でのスカラを使っています。
これで守備力が上がりきれば、打撃がメインのガーディアンはかなり防げるかと。いや、その説明してる間にアグバーがルカナン使ってきてるんよ。だからスカラやってもあんま意味ないですよ。ターンだけ消耗するかと。いやでもルカナンよりもスカラでの守備力上昇の方が上だから、今ガーディアンからの攻撃なんてほとんど効かなくなりました。まあ言うてアクバーはローテーション行動の中にルカナンがあるため、2回行動なのを踏まえると2ターンに1回くらいルカナンを使ってくる。なので時間が経過するごとにどんどんこちらの守備力が下がってくるんだけどね。なのでもう完全に時間との勝負。今のうちにバイキルトからの攻撃で一気にまずはアクバーから倒していかないといけない。てガーディアンから痛恨の一撃が飛んできてますよ。まだスカラでの守備力アップが残ってるから50くらいにとどまってるけど。やべえな。マジでやっぱりアクバー戦のポイントあるかなんかよ。これがあるのとないのとで多分アクバー戦の難易度が一気に変わってくる。今はまだバイキルトからの奇跡の剣のおかげで HP を保っていますが、やっぱり見てるとちょっとずつ自利品になってきてるのがわかります。HP 自体はまだ400以上をキープできてて順調に見えるんだけど、さっきからずっとアクバーのルカナンで守備力が下がってるから。ちょっとずつこちらの非ダメージが上がってきてんのよ。なのであと数ターンしたら一気にこの牙城を崩されますよ。で、確かガーディアンの行動って一定ターン数ごとに痛恨の一撃を出すんじゃなかったっけ？だからおそらく次に痛恨の一撃を両サイドが使ってきたら、その時がこちらが全滅させられる時かと。もしかしたら次のターンが痛恨の一撃のターンかもしれないので、さっさとアクバーを倒してくれないともう取り返しのつかないことに。いやてかそれ以前にもうガーディアンからの打撃すらも80とか引き出しましたよ。もうこのまま行ったら次のターンでの全滅は避けられないんじゃ。もうどんどん守備力が下がってきてそろそろゼロになってきてるかも。まさかこのターンが痛恨の一撃のターンだったとは。もう腐った死体が切り刻まれて刺身になってます。そんな腐った刺身誰も食わねえよ。ということで腐った死体で戦略なしでいくと、こんな感じにルカナンでじわじわ守備力を下げられて、最後はガーディアンからの痛恨の一撃に連発で負けます。やはりここはアクバー対策としてこれしかないという攻略法を使うしかない。それはこのホーン城で販売されている魔封じの杖。これは道具使用で魔法トーンの効果がある。これはかなりアクバー対策として有効なのですが、実はアクバーは魔法トーン系に対して強耐性。なので戦闘開始初っ端にこの魔封じの杖で呪文を封じれば、アクバー戦で最も厄介なルカナンとザオリクを封じられて一気に有利になる。なので先ほど最終的に致命傷になったルカナンがないだけでかなり変わる。まあガーディアンはこちらがグラコスの槍で守備力を上げたらただの雑魚なので無視でいい。まずはここで魔封じの杖でアクバーの呪文を封じられるか。ちなみにガーディアンからの痛恨の一撃は、守備力貫通型ではないのですからで簡単に対処できたはず。おーおお、ついにアクバーのルカナンとザオリクを封じました。これであとはこちらの守備力をグラコスの槍で上げて、こいつらからの打撃ダメージを減らせばもう勝ち確定ですね。いやそんなに甘くねえぞ。これ見た感じ、明らかに腐った死体の HP が持ちそうにありませんよ。どう見ても次のターンでこの化け物どもからの攻撃に耐えられるとは思えない。頑張ってもスカラ1回だけ使うのが精一杯だったという、なんとも情けない結果に。いや、霊夢さん、そんなことありませんよ。ここに来てスカラのおかげで打撃ダメージが大激減しています。もしかしたら今から放つバイキルト込みの奇跡の剣で、大幅な回復が間に合えば、ここからの大逆転も可能かも。で、今相当迷ったのですが、まずはアクバーよりもガーディアンを優先的に攻撃します。いやもう腐った死体が瀕死でいつ死んでもおかしくないですよ。早く奇跡の剣で攻撃できないと、そもそも全滅です。残り HP 中からの回復と、ガーディアン一体消滅を同時にやってのけたまさかの大逆転劇に驚愕しています。ガーディアンが一体減ったのも大きいですし、腐った死体の HP もまだ安心はできないけど、さっきよりはだいぶ安全圏に入った。そしてもう片方のガーディアンも一撃で倒して、ここからはもうアクバーとの対マネ。ここまで来たらもう負けようがない。奇跡の剣での回復と、神秘の鎧での自然回復で、もう全く負ける要素がない感じ。よくでもここまで粘りましたね。本当にそうですよ。一時はもう全滅寸前の HP 級になってましたが、そこでガーディアンを倒せたのは大きかった。そうこう言ってる間に、もうすでに HP は全回復になってる。もうこれは勝利という言葉が隣の席にいるようなものかと。しかし魔法トーンが一つあるだけで、勝つか負けるかが決まってくるという。やっぱりドラクエには戦略が大事ということを身に染みて感じますね。それと思うのは、スカラ1回でアクバーの火炎斬りが効かなくなったのもでかい。あれが普通にダメージ効いてたら、途中残り HP 級にはならずに全滅してたかと。残り HP 級からの奇跡的な大逆転で、物語終盤屈指のボス、アクバー討伐に成功。今回のアクバー戦は、奇跡と言っても良かったのではないでしょうか。そしてついにアクバーを倒したことで、物語終盤の中でも終わりに差し掛かっていきます。それでは今回はキリがいいのでここまでとしておきましょうか。次回はついに、最終ステージ、デスタムーアの城へ乗り込みます。水曜日のゲーム実況動画は毎週19時、そして月曜は不定期でしていきたいと思っていますので。
チャンネル登録、通知ボタンを押して応援していただけると嬉しいです。また、マイティ初の著書、リスタート、ゼロからのレベル上げも Amazon、楽天ブックスまたは書店の方で好評発売中ですので、よろしければ概要欄の上部にある Amazon、楽天リンクからご購入して楽しんでいただけると嬉しいです。それでは来週水曜日をお楽しみに。なんと、マイティ初エッセイ本、リスタート、ゼロからのレベル上げが、紀ノ国屋書店、大手町ビル店にて、堂々の週刊ランキング1位を獲得。名だたる書籍とともに名を連ねたのは本当に光栄ですね。また出版社書店ランキングの方でも、堂々の2位を獲得し、結果大成功。出版社ランキングでは、Amazon で7位、書店で2位、紀ノ国屋書店大手町で週刊ランキング1位となっております。ゲーム系のゆっくり動画では前人未到の快挙かと。皆さん、本当に応援感謝いたします。本を一部抜粋すると。設定上、倒せないはずのボスを無理やり倒してみる。本当に好きなものならいくらでも頑張れる。現在販売を Amazon と楽天ブックスの方で受け付けております。以上のように概要欄の一番上にリンクを貼っており、こんな感じにリンク先でご購入いただけます。書店の方でも売れていますので、購入していただけると嬉しいです。